ラ・アルヘンティーナはアルゼンチン海軍の軽巡洋艦で同系艦はない。本艦はアルゼンチン海軍が自国の政界権維持を主任務として建造した巡洋艦である。可視化に育成用の練習巡洋艦としての設備も有していた。1934年に議会の承認を得て1935年に イギリスのビッカース・アームストロング社に一石六百万ペソで発注された。1974年に取られた本艦。本級の船体形状は還元の高い、朝鮮首老型船体で概要でのしのげなみ性は良好であった。武装配置は15.2センチメートル砲を3、連装砲塔に収めて、全看板に背負い式配置で2機、5看板に1機を配置し、 船体中央部の2本の煙突の間に回転式のカタパルト1機を配置し、その上に水蒸気1機が置かれ、この水蒸気や関西艇の要衆用として、トラス構造のクレーンが、両弦に設置された。対空兵装として、後部煙突の後方、後部手法等との間に10.2センチメートル広格砲を、単素砲芽で、両弦、角2機、計4問配置し、 また環境から船体中央部にかけての両弦には 40mm 機関砲を単装砲がで格限4機、計8門搭載した。監視甲板から取られた本艦。本艦の手法はアームスロングマーク W15.2cm 砲を採用した。その性能は重量 45.3kg の砲弾を行角45度で 23,500m まで。 届かせることができた。砲塔の不行能力は、行角45度、深く7度で、旋回角度は、旋回守備線方向を0度として、左右150度の旋回角度を持つ。発射速度は、毎分10発であった。本艦の広角砲は、ビッカース・アームストロング社のマーク p 1 0 2トル広角砲を採用した。 その性能は 14.1kg の砲弾を使用した場合、行角45度で、射程 18,200m、最大行角90度で、高 11,400m であった。旋回と不行は、電動と人力で行われ、左右方向を0度として50度旋回でき、不行は、行角90度、深く5度であった。発射速度は、毎分10から12発だった。 これを単装砲がで、片元2機ずつ、計4機を搭載した。他に、近接対空火器として、英国軍艦に広く採用されている1930年型、マーク8ポンポン砲を単装砲がで8機を装備した。水雷兵装として、53.3センチメートル3、連装水上魚雷発射艦を、片元1機ずつ、計2機を搭載した。ありがとうございます。